せい、ヤジトトロと旅人の今宗行でございます。今日はですね、私後楽園に来ておりまして、後ろが東京ドームで目の前が後楽園の駅なんですけれども、この後楽園界は実はですね、大人が楽しめるスポットいっぱいあります。東京ドームもしっかり、後楽園ホールもしっかり、私たまにウィンズも行きますけれども、こちらラクーアという、ね、商業施設もありまして、これ温泉なんかもあって非常にいいスポットがあるんですよ。ちょっと足を伸ばすと小石川の後楽園なんかもあります。今日はですね、この東京発どこ行くさ後楽園編と題しまして、我々スタッフ4人でこの大はしゃぎする旅をお伝えしようと思っております。今日も最後までお付き合いください。ちょうど10年くらい前ですかね。じゃあ今年10周年。はい、ちょうど10周年になります。大人の方から、まあ、小さいお子様まで幅広く楽しんでいただけるようにですね、まあ、絶叫系から、まあ、ほのぼのとしたアトラクション幅広く取り揃っておりますので、うん、ご家族でも十分一日楽しんでいただけるような、ものを取り揃えておりますので、うん、どなたでも楽しんでいただけると思います。スカイフラワー、はい、目の前にありますけれども、どういったアトラクションだったんですかね。景色が一望できるゴンドラに乗っていただいて、上にゆっくりと60メートルまで上がるんですけれども、ゆっくり上がって頂上着いたら一気に落下するというような、まあ、とてもスリリング、舐めてかかるととても怖い思いするので、気をつけていただきドキドキしながら飛びます。スカイフラワーに乗せていただきまして、思いのほかスタッフがやられておりますけど、ものすごい楽しかったです。鴨さん、ありがとうございます。さあ次は何乗りましょう。はい、次はですね、スーパーバイキング空船というものに乗っていただきたいと思います。なんとなく想像つきますけども、ワーキャー言いに行きましょう。行きましょう。結構怖かったよね。もううちの横山 D なんか休んじゃってんだから、遊園地で休んでるお父さんみたいになっちゃってる。まずですね、入り口にいきなり僕らをワクワクさせてくれるものがありましてですね、はい、WBC のこの前ですね、これね。そうです、試合終わった後チームのスタッフの方から監督のサインが入ったウィニングボールを頂戴して、わで持って帰ってきていきなり展示。そうですね、博物館というとどうしても喋っちゃいけないとか堅苦しい雰囲気イメージってあるかもしれないですけど、ありますありますあります。野球博物館に関しては、はい、やっぱまあそうやっておしゃべりをしながら、あのワイワイ言いながら見ていただきたいというコンセプトなので。はい、関口さん、はい、どんだけ僕をワクワクさせるんですか。野球殿堂があるじゃないですか。殿堂とか殿堂入りとかっていう言葉は結構ポピュラーだと思うんですけど、はいはい、野球殿堂という場所があるというのが意外と知られてないと思いまして。そうそうそう、野球殿堂、僕らも殿堂入りしました。全部で今何枚くらい、実際飾ってあるのが177枚、日本の野球に貢献された方ということで、まあ、投票によって選ばれてますので。おっ、あれタイミング的にですね、今本当に桜綺麗なんですよ。で今日は平日なんですけども、たくさんのお客さんがこちら皆さん思い思いにお散歩したり写真撮ったりしてるんですけれども、僕らもちょっとね、大はしゃぎしすぎましたんで、ここで自然をめでながら息を整えたいと思います。こちら来たらなんか見たこともないようなボードゲームがたくさんあって、はい、ちょっとワクワクしてます。あ、そうですか、ありがとうございます。これ日本のものではないんですか。日本のものもあることはありますけど、多くはドイツから輸入しています。家族で大人も子供も一緒に遊べるようなものが比較的ドイツに多かった。出てこないね、でも出てこないですよ、なかなかね。はい、行きますよ。ダイラック、踏み替え、
エチケット七つ星テント。おお、素晴らしい。まあまあそういうちょっと初めなんかムカつく。さあ、ヤジキタオンザロード東京発の小行くツアー後楽園編いかがだったでしょうか。こんなに満喫するとは思いませんね。大人4人がまさに大はしゃぎした今回の旅だったわけですけどもね。やっぱ大はしゃぎした後の夕暮れってなんでいつもより寂しく感じるんでしょうね。いやー、後楽園意外と遊ぶところいっぱいありました。まあ、一日中遊んでも間違いのが飽きることもないそんな街だと思います。ぜひですね、皆さんは後楽園漢字に書くと後で楽しむそのと書いて後楽園でございますが、我先に楽しんでいただければと思います。というわけで旅人は久しぶりに大はしゃぎした今宗行でした。楽しかった。